私の名前はブランディッシュ・ミュー。母の名はグラミー。あんたの母、レイラの使用人の一人だった。レイラは精霊魔導士を引退するとき、自分が所持していた三つの鍵を三人の使用人に託した。カプリコーンの鍵はゾルディオに、キャンサーの鍵はスペットに。スペットさん？そして私の母グラミーは、アクエリアスの鍵を託された。私の母はレイラのことをとても尊敬していた。アクエリアスの鍵もね。それはそれは大事に毎日磨いていたのよ。なのに裏切られたの、レイラに。ママが、何を？